撮れてる。どうもゲーム実況者です。はい、というわけで今回は、スカイリムをねちょっとやっていこうかなっていう、なんかねかれこれ13年ぐらい前のゲームなのかな。これやったことないんだよね。これを機にねちょっと遊んでみようかなっていう、とりあえずパート1回分だけやるっていうヘッドショットっていうね方式で。いやっ、ロード早っ。さすがに俺のパソコンが勝ってる。10年以上前だもんね。すごいよ。いやー、ベセスダさんのゲームはね、フォールアウトの方は結構やってるんだけど、こっちはね、オブリビオンはでもね、俺結構やってたんだよね。これなんか、大丈夫？進んでなくない？あれ？これ待って。なんかあれ、あれ？バグってる？あれ、ちょっと待って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 。これ本当に俺プレイ時間、ゼロだからね。これ、どうすんのこの場合。おい、そこのあた。はい。やっと目が覚めたか。これ夢でしょ、でも。周りを見回す。なんか馬回っちゃってるけどね。ねえ、この場合どうすればいいの？もう一回やってみるか。いや！なんか、うめき声が。音的にはいい感じだね。進んでる感じの。馬の鳴き声もするし。ああ、なんか、でも、うなってる感じ。あ！あ、いけてる！いけてるけど、すっげえなんか動き回ってる。これ合ってないよな、これ。ちょっと待ってよ。おい！ちょっと待ってくれよ。いや、そういう目的で俺やってないからね、スカイリム。よう、よう、よう。めえ。なんか。そこなんだ。いや、もう一回気絶しそう。お前すごいな、宇宙飛行士になれるよ。もう一回ぐらい見てみる。いやっ。もうなんか、うめき声が聞こえる時点でダメなんだろうな。そんなわけがないもんな。いやー、これ多分暴れてるわ。暴れ馬だわ、これ多分。あれ。そんなことなかった。あれ、でも道に沿ってない？来た！来た来た来た！結構まともじゃない？ナイスナイスナイス！やればできるじゃん。ちょっと怪しいか？ちょっと怪しいけど、全然なんかルートに沿っていってる感じがする。あ。惜しいなぁ。惜しいんだけどね。おい、そこのあた。やっと目が覚めたか。目覚めるだろ、それ。叩き起こされてんね、こっちは。いやー、でもなんかちょっとありそうなのがね、またありそうなのが困る。どうすればいいんだろう。いやー、なんとか落ち着いてほしいな。頼む。あー、でも静かめじゃない。過去一だ。静かだなと思ったら過去一だ、これ。でもこれ空舞ってる、これもしかして。いや、もうこれ逆に酔わないよね、ここまでいくと。おい、そこなんだ。やっと目が覚めた。お前はマジで宇宙飛行士になった方がいい。フレームレートが高すぎるとそうなる。 FPS リミッターなどを使い 60fps 以下にしてみてください。はい、戻ってまいりました。ちょっとオーディエンスもね盛り上がってますね。これはもう多分治ったっていうね、これ演出ですね。これ起動できるよ、ちゃんとっていう。FPS リミッター的なやつを入れてきたんで、若干フレームレート落ちてると思うんだけど、これでね再現できてるから、当時を。いや、これいけるんじゃない。あ、なんか静かじゃない。なんだ、ロードが長くなったかもしんない。こうしっかりロードすんのも大事なのかな。
どれどれどれ。あ、でも音ちゃんとしてる。来た。なんか懐かしいな、この準備してからこのやっとやれる感じ。おお。これこれ。あー、すごい、前にもいたんだね。俺ら以外にもいるんだ。いやー、よかったー。これなんか動物とかいる、ウサギかな。いやー、いいね。こんなに穏やかだったんだ。何人ぐらいいるんだろう。おい、そこのあた、やっと目が覚めたか。やっとだよ、悪夢見てた。追いようとしていたんだろう。はいはいはい。俺たちがあそこの、まあ、ここら辺はでも一緒かな。なんか最近冒険するアニメ見てるからちょっといいな、こういうの嬉しい。いやー、よかった、無事について。神様を待たせちゃ悪いからな。違う、待ってくれ、俺たちは反乱軍じゃない。死ぬ前に少しは秘骨を見せてみる、コソドロ。どう見せんだよ。名前を呼ばれたら処刑台に進むのよ、一人ずつね。やだね。抗おうぜ全員で、限界まで暴れよう。ウィンドヘルムの首長、ウルフリック・ストームクローク。あ、光栄です、ウルフリック首長。礼儀正しいね。リバーウッドのレイロフ。おお、早い。ロリクス・テッドのロキール。まあ、残される方もやだな。俺は反乱軍じゃない、やめてくれ。止まれ。頑張れ頑張れ。他に逃げたいものは。はい、そこの前、俺もワンチャン狙いたいっす。あいつ足で死んでない？あいつ死んだふりだろ。俺の名前は悪魔の血を引いた伝説の勇者だ。世界を4度救ったことがある。お前ら俺にこの出てました？マーベルの宇宙のやつに。猫ってこんな頬というかエラというか64のコントローラーみたい。持ち心地良さそう。基本的にこういうの物理選ぶんだけど、今は本当に特別に魔法ブームが来てる。いや、まあ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 、そっくりではないけど、やれることはやったかな。これで完了。はい、名前日本語だとバグりそうだよね。大将、何のひねりもない。これでいきましょう。で、この後俺殺される。なんだそれ。貴族の陰謀絡みで逃げてきたのか。プって何、プって。どうします、こいつはリストにありません。リストは関係ない、死んでもらうだけよ。え、これプ何、プ。俺だけ見えてんの、心霊現象。ヘルゲンにはお前を英雄と呼ぶ者もいる。だが声の力で王を殺め、王座を奪うような者を英雄とは呼べない。なるほどね。あ、それで口塞がれてんの。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。お、今のは何だ。なんだ。どうってことはない、続けよう。やべ、目が合っちゃった。キュリウス将軍、彼らに最後の儀式を。儀式。エセリウスへ送る。プー消してくんね。八大神の慈悲あらん。タロスの愛のために黙ってさっさと終わらせろ。お望みのままに。おいおい、ここ昼になっちまうぜ。悪い、死んだわ。我が父たちが微笑みかけてくれるのが見える。大丈夫、きっと誰か助けに来てくれる、ギリギリで。同じことが言えるか。そういうやつだから。遅いな。帝国の下道どもめ。遅すぎるな。裁きだ。まだ間に合う。クロークに死を。まだ助かる。恐れを知らず行き、恐れを知らず行った。次、そこのブレトン、
ブレトン。またあれだ。聞こえたか。中止じゃないこれ、ちょっと。次の囚人と言ったはずよ。斬首台へと進め、囚人。俺？抵抗するな。動けないよ。あ、自動。どかしてくんないまず。やるのはいいんだけど、どかしてくんない。やだー。ああ、ドラゴン。中止中止。全然中止しないじゃんこいつ。かっけえ。うお、すごい爆発した。吐き。お、すごい、なんか吐いてる。フーがマジで気になるけど。ブレット。はい、動いてるよ、ステップしてるよ。お前も走れ、ちゃんと。はい、安全こと。ウルフリックス、これは一体伝説は本当なんでしょうか。あ、こいつも自由になってる。伝説は村々を焼き払ったりはしない。なるほどね。これどうすればいいの。急いで移動するぞ。はい、手が拘束されてる。行くぞ。ちょっとなんで俺だけ解いてないの。解いて。ついてこい。ドラゴンへ上がる。危ないって。転ぶて。とにかくここの岩をどかして岩道を開けないと。はいはい。ああ、吹っ飛んだ。あちぃ。これまだ拘束されてる。道の反対側にある宿が見えるか。あの屋根を飛び抜けてそのまま進め。え、ここマジかよ。すげえ。こっち合ってる？間違えたかもしんない。あ、間違えた？合ってるわ。かっけえ。熱くね？トロルフ。みんな下がれ。はい、下がります。まだ生きてるか、主人。起きていたけど。ちゃんと守ってくれんだ。優しい。軍なる。そいつのことを頼む。スペースでジャンプ。守備に加わらないと。いやもうこれ絶対勝てない、あれには。神々のお導きを祈る、ハドバル。え、俺何すればいいの。このおっちゃんと一緒にいればいいの。いや、俺は行くね。こっちだ。壁際ね。OK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 。 とりあえず高速解いてくんね。うわ、大丈夫。ついてこい。合ってます。はい、おお、すごい魔法だ。いいなぁ。俺とお前だけだ、囚人。離れる。ほら、交代するぞ。レイロフ、この裏切り者め、どけ。やべ、俺たちは脱出するぞ、アドバルです。今度は止めないだろう。喋ってる場合じゃないよ。お前たち全員、あの時、うわ、ああ、ああ、受け身。ごめん、話聞いてなかった。とりあえずバグってないことに安心してるよ、俺は。ドラゴンもだけど、あんだけ暴れてね。バグってないのはマジでラッキー。生き残ったのはどうやら俺たちだけの。あれは本当にドラゴンか。どっちかと逃げてくるみたいなクエストだったね。進まなきゃならない。適当に選んじゃった。こっちだ。その拘束を解けるか試してみる。頼む。あとこのプンも消してくれ。いざ周りを見てみろ。いくらでも選び放題だ。俺は火傷に効くものを探すとする。ラベル。おー、鎧。軽い鎧ね。これどうやって回収するんだろう。あ、このスタイルね。フォールアウトと一緒だ。エルゲントリデの鍵。これ切れんのかな。今俺これ。このマルジェラのベスト。あ、着替えられた。OKOKOK。別の剣。
いや、こういう初期武器ワクワクするね。はい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 。こんなもんかな。その鎧を。シャキーン。それにその剣も使ってみるんだ。はい。剣と魔法の世界も悪くねえ。グズグズしてはいられない。あのドラゴンは砦をバラバラにする気だぞ。わかった。ちょっと待って。息が切れる。ストームクローク兵士。聞いたか。だ。ストームクローク。力ずんばソブンカルデオ。やべ、敵？ことができるかもしれない。ちょっと待って。ああ、しょうがねえ、そんな。そんなチクチクした武器で俺にかなうかな。ほらほら。俺のしもべがお前の背中を八つ裂きにしてるぜ。油断するな。おら2対1。バカめ。お、すごい華麗なるし、なんかかっこいい武器持ってたね。うわ、こういうのね拾っていきたいけどね、重たそう。あ、でも俺スニーカー履いてなくね。履いてたっけ。人通りもらっちゃう。この三角マークが強いよみたいなあれかな。7だもんね、こっち6。拷問部屋どこ行った。うわ、戦いづらい。スイッチ切れとく。あ、でも味方か。危ね。ちょうどいい時に現れたな。拷問か。奴らは仲間の扱われ方を見て少々ゴリップらしい。待てよ。だがそのカゴの中に何か入ってるな。え、放っておけよ。鍵はとっくの昔になくなってるんだ。壊せそう。1週間も泣きわめいてたよ。それをピックで開けられるか試してみるね。手に入るなら何でも欲しい。来た来た。マウスでロックピックを回転させ W で鍵を回転させる。いけるかな。ちょっと難しいよね。あ、でも感覚は一緒だ。体が覚えてる。オッケーオッケーオッケー。途中まではこの感じで。あ、余裕や。全部持ってけ。それでいいだろ。持てるだけ持って。おー、すごい。遅延。ありがとう。呪文の書、電撃。46円。ヒンメルならどうするかな。稲妻が8ポイントの電撃ダメージを1秒ごとに体力と。マジかに与える。マジかだよね。マジ力じゃないよね。もうこれで取得できるんだ。どうやって使うの。これはまた違うよね。データスぶりみたいな赤い。R、あ、魔法モードみたいな。やべえ。ごめん。静電気。雲いるぜ、雲。うわ、多いな。うわ、マジかよ。ファイヤー！ファイヤー！あー、ごめん！あ、ごめん！え、これ、空中の何これ。やべ、でかい。一回燃やせばもう。お、ナイス。出られそうだぞ。お、出られる。無理かと思ってきたー。あ、綺麗。あ、すごい、回せる。魂の入った石なんだこれ。武器は僕の作成や充填に使う。おー、外だ。待て。え、何？しつこ。ガチで鼻がいい。もういなくなったみたいだな。だが戻ってくるかもしれない。はい。グズグズしてる場合じゃないぞ。了解です。ここから一番近い場所はリバウッドだ。リバウッド。俺のおじさんが鍛冶屋をやってる。お前に手を貸してくれるはずだ。アルボアと話す。ここで別れた方がいいかもしれない。マジで？こう思いなる。そんな。ここまで来られなかったろ。さよなら。どっち？お前。いいか。
お前はソルチューブで生き、帝国軍に入るべきだ。我々はお前のようなものを必要としている。はい。反乱軍がドラゴンを使っているのなら、奴らを止められるのはトゥリウス将軍しかいない。俺でも反乱軍に入りたかったんですよね、なんとなく今と思ったんですけどなんか成り行きでこっち側についちゃった。これは第守護石。スカイリム各地に点在する13中の古代大理石のうち3本を第守護石という。第守護石ね。行って自分の目で確かめるんだ。第守護石だけどね。13つった。これ見つけるの大事なのかな。さあどう。魔術師座のもとに生まれたものは全ての魔法スキルを20歩早く取得できる。一度に一つの星座の恩恵しか受けられない。星座の変更、これどうすればいいんだろう。星座の変更こうしちゃっていいのかな。魔術師か。まあ人それぞれだ。決めるのは俺じゃない。あ、これこの場所がもう魔術師のやつだったんだ。なるほどね。なんかパークみたいのを取ったんかね。あ、3つ全部違うんだ。戦士座変えちゃったら今持ってる方は消えちゃうのかな。え、ちょっと博打なんだけどさ、これを取ったともう一回戻せる。あ、戻せるわ外したって出てるね。はい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 。ここはこの3種類なんだ。なんかメインの3種類って感じだね。いいか、俺が思うにお前はもう罪が許されるだけの働きをした。本当？だがトゥリウス将軍に承認してもらうまでは他の帝国軍の…トゥリウスが大事なんだね。面倒事は避けるんだ。はい。なんかナロー系の主人公っぽいね。誤解が解けてみたいな。おっと、ちょっとやめて。承認いなくなっちゃう。マジで承認いなくなっちゃうから。マジ重要承認だけど。あ、怒らせたらどうなるか。どうしてた。クリティカルかな。ファイナルヒットみたいな感じか。狼の怪我はいいね。弓矢も悪くない。特にこういう初期段階ではあまり触りたくないからね、敵に。一緒に来てくれて嬉しいよ。もうすぐリバーウッドだ。とりあえず一緒に行動できてるね。リバーウッド、もうちょっと。お前土地勘すげえな。あー、あれじゃない、リバーウッド一番。これしまった方が早いんじゃね。早いわ。発見、リバーウッド。ただいま。アルボアおじさん、どうも。ハドバル、ここで何をしてるんだ。今休暇中じゃ。いろいろあってね。シオルの骨にかけて何があったんだ。何か困ってる。何のようにさ、静かにしてくれ。俺は大丈夫だぞ。とにかく話は中でしよう。火事になりそう。それにこれは誰だ。これ彼は俺の友達だ。それに命の恩人なんだ。そうです、命の恩人です。全部説明する。さすがに借りがあります。この世界でもドラゴンって貴重なのかな。この世界魔法あるけどね。すでにシグリッド、仲間ができたぞ。広い、いいなこの家。やった、キャベツだ。ここで一体何をしているんだ。まるで食材がそのままだったとこ。始めればいいかな。俺がトゥリウス将軍の衛兵に任命されたのは知ってるだろう。すごい見てる、あの人。贈り物、アメジスト、エイダールチーズの切れ端、人参、パン。あ、パン、すごい、めちゃめちゃ綺麗に切られてるね。ベルトのついたチュニック、
いいね、冒険者っぽくていいよ、ポイント高いよ。あ、ハチミツ種ね。あ、これもなんか冒険者ポイント高い。ロックピックとか最高。あ、こういうのなんだ。回復薬間違いない。いいね、ちょっと白い、ちょっと白目だね。うわ、鉄のインゴットとかあるんだ。上がるね。銀の指輪シルバー925、もしかしてこれ金の首飾り。めっちゃいい値段するね。防御力とかないからマジで売る用なんかな。こういうのあるんだ。ドラゴンが野放しなら市長に知らせなくては。でも信じてくれてる。リバーウッドは手も足も出ない。ホワイトランのバルグルーフ市長にできるだけ多くの兵士を派遣してもらうよう伝言しなきゃならない。頼めるか。もしやってくれるなら恩に切るよ。はい、よくわかんないですけど、ホワイトランの首長と話すと。あ、会話の選択肢がある。使っていい物資あるか。もう言ったが喜んでお前に手を貸そう。常識の範囲内なら何でも自由に。常識の範囲内俺全部もらっちゃってる贈り物って書いてあったからね、全部もらっていいのかと思っちゃった。まさか全部取るとはっていう顔。もしかして川を渡って北に向かうんだ。滝を越えたら見えてくるだろう。来たね。ホワイトランに着いたらとりあえずそのまままっすぐ進め。さらにまっすぐ行くんだ。他の頂上にたどり着いたら市長の宮殿、首長の宮殿、ドラゴンズリーチ。ドラゴンズリーチかっけー。首長について教えてくれないか。バルグルーフ市長、首が長そう。ホワイトラン要塞を支配している。いいやつだ。ちょっと警戒しすぎるところはあるが、ああ危険な時代だからな。今のところなんとか戦争からは距離を置いているが、はいはいはい、それも長くは続かないんじゃないかな。いやさ、こういうゲームやったとかわかんないけどさ、こういうパンをさ何もつけずに食いたくなるよな。戦争ではどちらに味方すると思う。ウルフリックもエリシフもどちらも気に入ってないんじゃないかな。それも最もの話だが。でも、ね、最後には帝国への忠誠を証明すると思う。こっち側なんだ。彼は決して裏切り者ではないからな。帝国を支配してるんだな。もちろん、スカイリムはいつも帝国の一部だったのだ。かといって帝国の最近の行動を全て支持するわけではない。しかしノルドは困った時に頼りにならない友では決してないからな。なるほど、なんか世界観がちょっと見えてきたな。エリシフ。ああ、あんたはスカイリムに来たばっかりだったな。正式にはエリシフ市長と呼ぶべきだが、それもトリム市長が殺された時に妻だったからというだけだ。ウルフリックがトリグを殺害したのさ。ソリチュードの宮殿にスタスタ入っていって殺したんだ。シャウトで殺したらしいぞ。シャウト、信じるかどうかは分からない。登場人物増えてきたけど、それがこの戦争の発端さ。帝国がそれを無視するわけにはいかないだろう。主張同士が互いに殺し合いを始めたら古き悪しき時代に逆戻りさ。なるほどね。ちょっと聞けることいっぱいあるけど、戦争についてどう思う。あの忌々しいサルモールが歩き回って単にタロスを信仰しているってだけで人々を逮捕することが認められているんじゃ、みんながカチンと来るのも無理はない。だがスカイリムをバラバラにしてひいては帝国を破滅に追いやるほどのことか。そこまでの価値はない。最終的にはウルフリックが多くの責任を取るべきだろう。ノルドはいつも帝国を支持してきたし、帝国はいつもスカイリムと関係が悪くなかった。なぜサルモールはタロスの信者を逮捕できるんだ。それは大戦を終結に導いたあの条約から来ているんだ。ほら、皇帝がサルモールにタロス崇拝を禁止するよう強制された時だ。子供の頃はあまり気に留めてなかったけど、誰もがその頃はタロスを祀る小さな祠を持っていた。タロス。でもそれからウルフリックや彼のスカイリムの民がそれに対して扇動を始めてな、
皇帝が取り締まらなきゃならないほどになった。夜中に人々を連行していったりな。俺に言わせればそれがこの戦争の主な原因の一つだな。あー、なるほどね。キャベツもらってっていい？このパンも、卵と、パンと、自分の土地に戻るのはいいもんだ。ステーキとだろ、ジャガイモと、なあ、あとスノーベリーと、ここで休むことにする。このパンと卵と、ホワイト。一人で行ってくれ。はい、一通り全部もらっていこうかな。ホワイトランに行くといい。この机の上のやつ。そこからソリチュードまで。オッケー。馬車で行ける。馬車で行ける？あ、オッケーオッケーオッケー。ゴルフリックの部下を。ゴルフ？あ、地下あるんだ。そのパンちょうだい。どうぞゆっくりなさってくださいね。そのパンちょうだいよ。全部俺ので三つし。こんなとこに隠しやがって。お邪魔しました。あ、まだあるな。もう45ゴールド。でけえ。もう106ゴールドになった。失礼。邪魔だな。あ、お金。今から自治領を遠ざけてるのが帝国だってこと。待っとくよ。何軍が忘れたいんだ。あ、紳士のホワイトランガイド。なんかすごいな。カエル。うわ、いっぱい。女の人の情報ばっかだな。なんか最終的に。もちろん常識の範囲内でな。今々しいストームクロークの反乱。常識の範囲内でありがとうございました。いやー、結構いろんなものもらっちゃったな。見てよこの俺の収集したアイテムたち。なんだそのかっこいいポーズは。すごい、セミが鳴いてる。夏なのかな。めっちゃ寒い感じだけどね。はい、まあ、というわけでスカイリムをね、初めて一回プレイしてみたんだけど、いやー、おもろいね。普通になんか、まあ、今俺の中で剣と魔法ブームが来てるってのもあるんだけど、なんで今までやってなかったんだろうっていう。はい、動画でやっていくか配信でやっていくか裏で勝手にプレイするかちょっとまだ決まってないんだけど、まあ、とにかくね、いいゲームっていうことが分かったというわけで、撮れてたゲーム実況者でした。この動画がね、よかったら中評価とね、常識の範囲内で、チャンネル登録よろしくお願いします。一つ忘れてた。こんな綺麗に骨になることある？